令和の虎オールオアナッシング細い激詰めセレクションアプリ保守費用開発が234万円って書いてあるんですけどもこれぐらいのアプリってこんな金額で作れるんですかですよね。はい、いや僕もあこんなの作れるんだったら明日作ろうって思っちゃいました。<laughs> <laughs> それは自分が耐久力が弱いといとうアピールですかこのアプリに関しては、まあ、よくあるものの焼き回しかなっていう印象があるんですけど何が画期的なんですか僕がこのアプリをじゃあ自分で起業しようと思ったらさっき桑田社長言ってたみたいにまずこのアプリに登録してくれる女の子の300人のアドレスをもうとりあえずナンパでも知り合いででも何でもいいから絶対集める俺だったらね何人います 確実か分からないことちょっと多くすぎないですかそのそれに850万出せっていうのはえもう絶対登録してくれる人を500人集めました名簿ありますリストありますこれ持ってきました絶対行きますからやってくださいって言った方が俺ら金出しやすくないですかなんでやらないんですかそれはちょっと頭ボケてると思いますよ。実際このアプリニーズがあるかどうかも調査全くできてないし女の子に聞けてない状態で要はここに。 なんとなくこんなんやろうと思ってるんですけど850万くださいみたいのはそりゃあね僕らじゃなくても日本政策金融公庫でもそりゃ通さないでしょうという思いますけどねだからそこのところがやっぱり甘いんじゃないかなって思うんですけどどうなんですか俺だったら200万使っていいま使くくって全部女の子の子リスト抜くけどね <laughs> 恐ろしいそれが一番効率的じゃないですかそのむやみに広告打つより。 いやけどだからそこら辺の実地的な戦略が「ウェブ広告出します」みたいなえ「いやウェブ広告知ってる?」みたいなそれ一瞬で解けるよ200万なんて秒でしょ秒秒<す>うん秒 <laughs> 一日で解けるよ普通に下手したらねだからえだったら2億万むしろその合間にいる人たちっていうのはそこにニーズがあるわけじゃないだってもう登録してる人たちなんだからそっから10%かっぱらってこいって思わないのそこの頭が足らないと思う俺は。 頭が。考えてないでしょ。それはねアホ普通思いつく。だからこういう企業まあね経営してる人たちっていうのは考えに考え抜いてこうしたらいいんじゃないかああしたらいいんじゃないかこういう手もあるんじゃないかああいう手もあるんじゃないかそれをいろんな人にお互い話してで「あそれいいじゃん」とか。 アドバイスもらって、確かにっていうのを繰り返して、まあ、要は、コストをかけない AB テストをして、正しい道を選んでいくわけだよね。あなたは、コストをかけようと最初にしちゃってるわけだよね。ウェブ広告出しますみたいな。アホですかっていう話になわけです。そんなのに、200万、俺らの金使えないよってなっちゃうわけでしょそう思わないですかうん、その通りだと思います。 もったいないなと思うよそこにそこの頭の中身には何が入ってるんですか頭頭脳が入ってるんでしょもっとイマジネーションを働かせないとあのビジネスは SE とは違うから書いたコードがそのまま反映されるもんじゃないからねそこを履き違えない方がいいと思うよ <noise> 先ほどおっしゃった通りそのまあ自分のまあ 当たり前にす今まで生活を共にしてきたあるいはあの学業を共にしてきた方々がそういうふうに、まあ、言うなればねその弁護士とか税理士さん公認関係士さん、はい、そういうふうなキャリアを進んでいく中こうなんか自分がこうお金に対してあまりこう稼いじゃいけないみたいな気持ちってなんかあるんですかあまりにマネタイズ力が低すぎるというかいやもう別にいいものだったらお金を取っていいはずなのに、はい、こんなボランティアみたいなお金でやるなんかそこのなんか根本的なマインドにすごい疑念を感じるんですけど、はい、それなんかあるんですか なんか大金持ちがやるサービスに見えそうですねあの例えば前澤社長とか、はい、そういう方々がこう後世に、まあ、孫,孫さんとかねそういう人たちがやるようなサービスに見える、まあはい、言うなれば人から金を借りてやるビジネスにはビジネスじゃないっていうことですよね。ボランティアにお金投げ、はい るのかな僕たちみたいな感じを今は受けてますけど本当申し訳ないんですけどその10ヶ月のこの例えばカリキュラムを通して例えばお茶やります柔道やります株教わります何やりますね全部中途半端ですよねこれでなんでヒーローになれるのか全くわからないんですね僕にはこのたから月2回か3回お茶やら柔道やらなんかようわからんけど株とかねまあ教わることがヒーローになることにつながるとは全く思えないと いうのはちょっと厳ししいいいかかももれれないですけどどそはう思いますか、はい、これでその音楽業界を救うとかっていうのは、まあ、ちょっと大きなことを言い過ぎかなという部分はありますよね。それは結局身内の人たちに仕事を、まあ、少しでも食いぶちをっていう思いは感じるんですけど。 で、やっぱりその、おのおのが、やっぱりこの危機器を自分の頭を使って考えて切り抜けていく必要っていうのがあると思うんですね。当たり前ですけど、コロナだから飲食とかエンタメが今回打撃を受けているわけで、他の何か、まあ、災害が起きれば、他の業種がそういう時には打撃を受けるわけです。僕らみたいな塾業界、美容業界も何かの表紙にそういう大打撃を受けるかもしれない。つまり皆、平等な立場に立ってるわけですね。 だからそこを今その氏神さんがあのまあ助けを求めているように見えちゃいますけどやっぱりもっともっと自分でもやっていくことがあるんじゃないかなと思いますしやっぱりそのお金をもらってではなくて自分がクリエイトしていく案をもっともっと考えていくと僕はいいんじゃないかなと思いますけど今回融資ってことですけど完全に一人オーナーで。 開業されるっていうことですか、はい、まあそうなると、まあ、お金は、ねまあ、集まるとは思うんですけどもその後ちゃんとランニングするのかっていうところですよね,そう,ですねそういうところをまあ今回はまあ僕らから、はい、まあアドバイスというかですね、はい、まあ本当にできそうなのっていうのを見極められればと思うんですけども、はい、まあ現状、なんかそのすごい焼肉屋さんに詳しいわけでもなさそうだし、はい、なんかメニューにこういう画期的なこういう手法があるっていうのも、まあ、仕入れがうまいなんてその最低限ですよね、それは、ねはい、まあ当たり前ですけどね。ええ だから、まあ、それだけではちょっとインパクトには欠けるかなと思うんですけど、はい、なんかこういう、例えばこういう、まあ僕らっておそらく客単2、3万のところに普通に行くんですね。はい、まあ個室だったりとか。個室を作れる坪数ではないですもんね。